で体が良くなると健全な肉体に健全な精神が宿る、健全なスピリチュアルが宿る。まず肉体ですよね。肉体です。そこに宿ってるわけですから、体あってのことですからね、人生は。やっぱ食べたものが血となり肉となれば、そこはなるべく若い時から注意した方がいいということですね。私がお世話になった先生が、本物の人も表に出てないよって言ったことがあるんですよ。ああ、そうです。まさにそれ、ね、先生の力で明るい未来ですよ。そうです。光が差す感じ。光さえ分かれば、それで出口は決まったんですか。洞窟の中にね、一点の光さえ見つければ、あそこが出口だと分かれば、まだ暗闇だけど、出るとこ分かるから、うん、もう悩みで。でも希望が見えますよね。そうですね。希望は見えないのに、うん、ただこうがむしゃらに生きてるのって、辛くなったり疲れちゃう方たくさんいらっしゃると思うし、うん、今このご時世だからね、まあ、希望が持てるっていうことだけでもね、うん、素晴らしいことですからね。やっぱりまず肉体なんですよ。正しくやっていく術が分かれば、正しい方を選ぶんですよ。それがある程度分かってきたら、こうなれることを許可するっていう言えばいいんですよ。許可してないうちはすごい先生には出会えるけど、自分はすごくなれないんですよ。その先生がすごいんですよ。その先生がゴッドハンドなんですよ。でテクニックがすごいんですよ。でテクニックに頼る。でテクニックも時と場合に必要ですよ、うん、だけど自分が主役なんですから。人生はね、そうです。そうですよね。そう、治療院に通うのが人生じゃないから、うん、真ん中抜けちゃったから、それを補うために通って真ん中を知るということですね。でそれだったらね、人にご紹介できるんですよ。紹介されたら行きたい行きたいってなるじゃないですか。レムリアコトンっていうのは それをこう守ってくれるね。スケさん、カクさんが水戸の黄門様にはいた方がいいわけじゃないですか。だからそのスケさん、カクさんですよ。物理的に補ってくれるものもあれば、ね、敵陣さんがいっぱいいるんですよ。スケさん、カクさん横にいていただいて、ちょっと守っていただいてやった方がね、テクニックに頼らなくてもいい自分になる、自立と共生。そうですよね、うん、自立だよね。その一つの道しるべにね、光ですからね、道を照らしてくれればなと思うわけですね。神様に会ったみたいな気持ちになりますね。真実ね、真実っていうのは平たく見たら誰でも本当は分かるんですよ。言い方が難しいですけど、偽物と本物を見抜きにくいんですよ、普通の人は。はい、師匠みたいな人がいてくれて教えてくれればいいですけど、やっぱ情報が多いんで、いろんなものが良さそうなものがたくさんこう次から次へと目につくじゃないですか、うん、要するに神羅万象といいますかね、この自然界の法則というね、うん、ものを考えていくときに、人間としての自分の立ち位置っていうのは自然と見えてくるんですよ。毛虫でさえ生きてる葉っぱ食べてるんですから、毛虫以下の食生活してたらね、良くないですよね。新鮮なものをね、青虫なものをね、何でも食べてるんですからね。カブトムシだって生きてる樹液を吸ってるんですからね。どのぐらいが生きてるっておっしゃってましたっけ。50時間。人間が尿をしますよね、うん、生きてる人間の体から出たものなんですよ、はい、でそれをね、ORP メーターと言いましてね、酸化還元電位を調べる機械があるんですよ。センサーをその尿にこう刺すんですよ、はい、そうするとね、プラスになっちゃうんですよ、具合悪い人は。で小学生の元気な子供とかはマイナス200とかなんですよ。人間がこう通常飲んだりしてるものの液体ってプラス500前後ぐらいの方がいいんですよ。人間のお小水もそれが材料ですから、酸化してるものが材料ですから、はい、お小水も酸化してるんですよ。お小水だけじゃなくて体も酸化しちゃうんですよ。そうです。血出したの測定、そんなことできないけどね、それやっても酸化してる人はプラスになっちゃうんですよ。またリトマス紙の液体垂らしてもね、アルカリ化酸性化分かりますでしょ。え、どうすればいいんですか。アルカリになるようにそういうものがあるので、そういうものを摂取するとか、生きてるものをいただくという、動物でも昆虫でも爬虫類でも、そういうことも真実の一つですね。それをいろんな角度から研究したいんですよね。で大事なところを皆さんにお伝えして、でそういうのが分かった上で、こういうものをスケさん、カクさんとしてお持ちになるとよろしいですよっていうお話なんです。なんで整体だったんだろう、それが。ひっそりと整体院って感じじゃないですか。そうですね、今まではね、時々思わぬ人がね、いらっしゃって、びっくり、こちらがびっくりしますけど、ね、いや、超有名なスポーツ界の人とかね。でも一回かかったらね、多分ね、なんていうの、手放せなくなるのかも。要するに今度は真実を知った方々はお天道さんの仕事をする、人のために、人を救うために動く側の光のメンバーになるんです。でそれをやればやるほど
そのエネルギーももらえるし、元気になるし、明るくなるし、人の笑顔が返ってくるとそれでまた嬉しいじゃないですか。そこにはもうすごい高い芸術性を見ていくんですよ。絵を描いたりするのが芸術じゃないんですよ。それも芸術ですね、彫刻もね。だけど生きてる人間が最初出会った時にこんな状態だけど、それがどんどん光り輝いていくんですよ。生きて動くんですよ。それはすごい芸術だと私は思うんですね。生きてる芸術を見たい、そこには先がありますね。ありますね。先生をもとにそういう人たちが増えて、その人たちが自立して同じ活動をしてくれれば、そうです。もう地球平和じゃないですか。そうですそうです。だから人に伝える方を喜びと皆さんしていくんですよ。でそういう変化を見ていくのが私は楽しみでやってるので、良くなっていただかないと面白くないです。いや一瞬だもんね。一瞬、まあ、一瞬というか正しい方を向いたその日から幸せの方向なんですよ。幸せの方向向いてないんですよ、そもそも。 あっち見てるんですよ。でもこっちは本当に行きたいんですよ。でこう向いたらもうこの日から幸せなんですよ。まだ治ってないけどね。だって言葉がないわけですよ。あの言葉を超えるってあるんですね。湧き出る感情が言葉を超える。そこには動きがあるんで、で人間が落ち込む時っていうのは進歩発展しないと感じる時なんですよ。なぜならば毎年年だけ取っていくんですよ。で進歩発展がなければ不安じゃないですか。年を取るだけですから。だけどある程度の年齢になられても夢が叶ってきたとか、こういう笑顔をいっぱい見れるようになったっていう人は明るくて若い人で元気ですよ。進歩発展と感じるときに幸せと感じるので、そのためには今の状態が良くなっていかないと、だから許可しなきゃいけないんですよ。真実を知って許可をする。許可だけしても真実知ってないと違う許可になっちゃいますもん。妄想の許可、妄想言ってるだけだからやっぱ真実と許可はセットなんだね。そうなんです。そこにあの人間の勘とかね、もしかしたらこの道歩んだ方がいいのかなとかね、ふとひらめくとかね、それはスピリチュアルというのか単なるひらめくというのか分かんないけども、そういう目に見えないものもいっぱいあるわけです。そのためにはまず肉体を持って生きている部分の真実を知らないとその周りが見えてこない。私は久しぶりになんかこのうまく言葉で表現しがたい感動。いや僕はあの普通のことを言ってるだけ先生にとっては普通なんでしょうけどね、なかなかこれねたどり着いた感がすごいもん。本当にありがとう最後にちょこっとだけ、あの実はあのうちに卸してくださるあの販売元の方がお見えになってて、ちょっとお顔だけ今日わざわざあのお越しいただきましたので、はい、3人で最後、もう本当にすごかった。汗は出るわ、鳥肌は立つわご病気が良くなったりとか、ハンドパワーでもなければ何なんだろうな、もうレムリアンもすごい、レムリアンフォトぜひ、はい、今日つけてます。ぜひ手に取ってください。ありがとうございました。静電気がね強すぎてまだ、はい近づけます。うわ、ね、なんでだ、言えること言えないことがあるんだよね。ねフォトン化したエネルギーが、ちょっとこれつけてみてもいいですか。はい。